平成19年9月4日、阿蘇市刈尾にある長寿ヶ丘公園近くの北外輪山で、阿蘇山域山岳遭難救助訓練が行われました。平成16年8月に阿蘇広域山岳救助隊を発足後、今回で4回目となる遭難救助訓練。最近では山菜やわらび取りの行楽客が滑落事故に遭うケースが目立つため、訓練場所をこれまでの阿蘇五岳から初めて北外輪山へ移しました。訓練は山菜採りに来ていた夫婦のご主人が崖から転落したという想定で行われ、頂上から約30メートル下の転落箇所へロープを使っており、遭難者をバスケットストレッチャーに乗せ、さらにそこから約70メートル下に降り、県の防災消防ヘリひばりに収容されました。遭難者をひばりに収容後、山岳救助隊は長寿ヶ丘公園に設置された指揮本部へと下山し、終了報告を行って訓練を終えました。